皆さん、どうも、しーちゃんの歌ってみてはいかがでしょう。どうも、しーちゃんです。トシです。トキヤです。この度はちょっと皆様にご報告、したいことが、あります。この度、第2子が生まれました。イエーイ、おめでとうございます。やめとけ。すごい。いや、おめでとうございます。マジ第2子が、6月の、中旬ぐらいに、女の子が生まれました。わ、女の子。そう、念願の女の子生まれました。よかったじゃないですか。すごいね。足崩していい？いや、そうね。いや、そんなことしてたの、私。そんなにそんなことしてたの。そんなことって言うと、いろいろ育っちゃう。はい、めでたい。おかげさまで、この、ね、コロナで大変な時期ですけども、はい、はい、そのすごいハッピーなニュースが。そう、あのね、僕とトキヤで年いない動画とかあったじゃないですか。はいはい、それが実はだから年が奥さんのちょっと実家の方に帰ってたんで、そう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 、それでいなかったってことなんですよ。そうですね。いやー、おめでたいですよ。ありがとうございます。おめでとうございます。こうしてなんだ、皆さんに伝えるのはこれが初めてだ。初めて。いや、じゃあこの動画で発表して、まあそういう SNS 関係にも書こうかなと思っています。もうあれ待って、上の子、男の子は、はいはい、息子は何歳ですか？ジュニア、うちのジュニアは、4歳。4歳。でも今年5歳。今年5歳。いや、じゃあお兄ちゃんになるわけですね。お兄ちゃんになりました。お兄ちゃんなんですね。はい、いや、実は最初奥さん検診行くじゃないですか。はい。で、性別分かんのって、3ヶ月か4ヶ月ぐらい、うん、なんですけど、最初男の子って言われてたんです。だからチンチンあるねって。ああ、そっかそっか。チンチンでピャンピャンピャンって今ピストルになる。チンチンはいいんじゃない？大丈夫。そうで、チンチンあるから男の子かなって言われてて、でも男の子でも女の子でもさ、どっちでもいいっちゃいいんだよ。まあね、全然ね、健康で生まれてきてくれたらそれだけでいいんだけど、男の子かって思ってたら、生まれる3ヶ月前ぐらいにひっくり返って。すごい。それって何なの？なんか、その要はブラッて来たのか。いや、違う違う違う、いらんってやるのがへその方が、要はチンチン。あー、はいはい、そう見えた。要はさ、エコー、見えたってことね。エコーの写真ってさ、子供こう動いてる時に撮るから、は確定じゃないんだ。そのへその方がチンチンに見えて、見えたってことね。そう、男の子だけど、あー、そうだ、実は女の子でしたって分かって。女の子って分かった瞬間、やっぱテンション上がりましたか？上がった。あ、めちゃくちゃ可愛いですよ。いやー、もう抱っこしたんですか？じゃあしました、しました。もうしてきて。いやーね、こればっかりはもうね、早く言いたくて言いたくて。そうだね、ムズムズしてたでしょ。でもなんか、せっかく YouTube やってるから、今回は動画で発表したいなと思って、はい、そうだ、一応ここまで言わずにいたんですけど。二児の父になった。いやー、ありがとうございます。年ですから、はい、もっとより一層ね。そう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 、頑張ってないとね、いかないですね。そうよ、すごいよ。なんかね、奥さんと赤ちゃんが寝るわけ、一緒に。ああ、そうね、はい、で、俺はお兄ちゃんというか、ジュニアと一緒に寝るわけ。はい。だからこう、4人でこう川の字というかさ、川じゃないけどね、近くでね、同じ。そう、こう4人、4人で並んでる時に、僕は1人目の方をこう、抱いて寝てて、フェイスロックしてる。完全に見えます。これはおかしいでしょ。で、こうしてんのが見えますね。なんかね、ああ、4人になったんだなっていう感動と、あとはジュニアがその下の子を抱いてる姿を見ると、もうめちゃくちゃ感動する。ああ、それはいいね。やばい。ただ考えただけでなんかいいね。やばいよ。ちゃんとお兄ちゃんになってますね。そう、なんかやっぱさ、周りの人がさ、こう、赤ちゃん生まれるとさ、チヤホヤするじゃん。いや、それね、それはもちろん。で、行った時もやっぱりこう、下の子をチヤホヤしてて、その上の子かわいそうだったの、ちょっと。なるほど。で、なんかかわいそうだなって思ってたけど、その、あたっこしに行くとか、かわいいね、かわいいねってやってて、だからその、もちろん自分がその注目されてないっていうの分かりつつも、そういうことやってる姿がもう可愛くて、あー、もう。だからその、もちろん2人目の子も、あ、やばいと思ったけど、その、改めてその上の、ジュニアのことも可愛いなって思って、最高でした。本当に星のなんかこう刺さったんだ。刺さったよ、心に。いや、ジュニアも僕らのYouTube の最後のね、あれで声で失礼しました。そう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 、次はジュニア2ですか、じゃあ声で参加してもらいます。そうだね、そうですね。もうだって、俺ら別にほぼこの3人でしか動画出てないから、もう準レギュラーじゃないけど、毎回出てますからね。
まあ、でジュニアは確かにね。そっかそっか。だからもうちょっとね4人であのもし赤ちゃんが大きくなったら時計にも写真撮ってもらって、うん、おいやもちろん それはもちろんだってもともと3人の時そうね、七五三で撮って、でまた一人増えたわけですから。そうね、もうその時はしっかりとあの夜はご飯食べに行って。いや、こいつは来ないよ。あの時に、行く行く。いや、僕、鬼滅の刃見るんでって断るような男は来ないよ。予定開けられないよ。そっち開けとくけどね。動画の趣旨がずれるぞ。トシが、まあまあ、この第二子、はい、トシが第二子。違う、違う。俺は待ってくれたのは奥さんだからね。今回さ、コロナ禍だからさ、うん、立ち会えなかったんだよ。いや、そうですよね。でさ、その家族も立ち会えなくて、うん、家族ってからその嫁の実家のお母さんとかも行けなかった。一人で頑張ってくれたもん。うわ、すごい。いや、すごいよ。マジで本当奥さんに感謝、うん。奥さんが頑張ってくれたからね、生まれたり、ね、生まれてるわけ。しかも健康だから今。いやー、よかった。それが何より良かった。うん。奥さん、ご苦労様でした。ありがとうございます。しーちゃんの歌ってみていかがでしょう。はい、またこの、ね、僕らのチームを守るべきね、大切な存在が一人増えたということで、はい、今後とも、もっともっと勝利して頑張ってまいりますので、はい、皆様応援のほどよろしくお願いいたします。お願いします、今日はですね、外でもね、猫がバンバン交尾してしーちゃんの歌ってみていかがでしょう。チャンネル登録よろしくね。